読んであげる勉強になります。これなら私でもできるとやっているのですが、子供はゴロゴロというか、その間おもちゃで遊んだり、挙句には違う本を読んだりすることもあります。それは注意しないとまずいですよね。ゴロゴロしといていいよ、ただし何もしないでね、とか言わないとダメでしょうか。じゃダメでしょ。それはその間におもちゃで遊んだり、挙句の果てに違う本を読んだりとか言って、そんなのお母さん死ぬほど怒らないと。それは意味がないでしょ。読んであげるって、読んであげるってそういう意味で読んであげてるわけじゃないんだから。休ませてると、休ませるために読んであげてるんじゃないんですよ。内容をこっちの言葉でちゃんと説明するように読んであげてて、内容を分からせるために読んでるんだからね。その間に違う本読んだり、おもちゃ遊んだりとか、そんな言語道断でしょ。そんなの死ぬほど怒らないと。何ふざけてんのって話でしょ。いや、それはそれだったら自分で読めって話なんでね。そんなのふざけてますよね、やっぱり。その、学ぶ態度がなってないっていうことと、注意しないとまずいどころか、そんなの読んであげてる価値がないじゃないですか。でゴロゴロしといていいよっていうのは、日頃その算数とかいろいろ疲れてるんでね、まあママが読んでる間ちょっとゴロっとしといていいよって私は言ってたんですけど、まあでもママが読んだって、その3分も4分もかからないわけだから、その間ゴロっとしてるだけって話で、でそう座って聞いてる時もありましたけどね、それはすぐ起き上がりますよ。その間は耳を傾けてママの声を聞いてて、どういう話かなっていうのを聞いてるわけ で、その後ママが読み終わった後はすぐ質問に答えないといけないわけだから、問題答え書いてね、宿題を仕上げないといけないわけだから、だからゴロゴロしたり違う本なんか読んだりしたり、そんなもう次の問題できないわけだから、そんなことはダメでしょ。だから何もしないねっていうのは当たり前の話でね、何してるよって話でしょ。宿題やってる最中に本文が、国語の本文が出てきたんで、お母さんは読んであげて次の質問を答えやすくしてるだけの話なのにね、それをその間に違うことして何もしないでねって頼まなくちゃいけないようなね、あの態度でね、宿題させたらダメですよ、そんなのは。だからそれはちゃんとやってください。そうやってお母さん読んでる意味がないんで、はい。